一日で完成するマイホーム、絶対欠陥やわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、マイレージが5000マイル貯まったってことで、これをちょっとタヌキチに支払っておこう。アイラさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。移住費用のこと。お、アイラさん、移住パッケージのマイルを払いに来てくれたらだも？必要なマイルは5000マイルになります。払います。毎度あり。はいはい。5000マイル確かに頂戴しただも。支払いも済んだし、あとはもうご自由に暮らしを楽しんでもらったらいいだらも。あれやね、もう直接支払い制度に。今までは ATM からやったけど。あ、そうそう。ちなみになんだけど、アイラさん、テント生活の具合はいかがだもん？あ、これで、またテントから普通に家とかになって、正規用されるわけですね。普通かな？いまいち、最高、普通かな？あはは、まあ普通ってことは、この環境を馴染めてるってことで安心しただもん。ちなみに、もし普通以上の快適な暮らしをしたいってことなら、この移住パッケージでは、ご希望の方にはマイホームを建てるオプションサービスも提供させてもらってるだろうもん。もちろん、こんな離島に王朝を建てるのは大変だから、それなりに値は張っちゃうけど、マイホームの購入にはローンを組むことができるから、そこのとこは心配無用なんだもん。ということで、アイラさんももしお家に興味が湧いてなら、また相談に行ってちょうだいね。ん？そうそう。それともう一つ。アイラさんのタヌキマイレージのマイル交換サービス登録が完了しただのも。どういうこと？これからはタヌポートにアクセスすると、マイル交換サービスをご利用いただけるから、こちらもぜひチェックしてみてね。タヌポートとは。それじゃあ今後とも無人島生活を楽しんでちょうだい。ファミポート的な感じを。タヌキマイレージ。どこだ？あ。移住費用マイルパック。無人島移住パッケージプランの費用お支払いありがとうございましただもん。移住費マイルパックキャンペーン中につきいくらかマイルをお戻しさせてもらうだらもん。お。おお、結構戻ってきた。肩書き自由な生活、たぬきマイル500マイルゲット。イエーイ。また300とかかと思ったけど。で、そのマイホームとやらは。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。マイホームの相談を。お、アイナさん。マイホームを持つ決心がついただらも？テント生活も楽しいけれど、本格的に根を張るなら、お家の方が広くて快適に暮らせるだらも。ちなみにお家を建てるとしたら、98000ベルのローンを新しく組んでもらうことになるけど、どうだらも？マイホームも建っちゃうだもん。お願いします。毎度あり。じゃあ工事の手配を進めるからね。ちなみに屋根の色は8色の中から選んでもらえるだらも。8色。めっちゃやね。この中から好きな色を選んでもらえるだもん。ピンク。オッケー。屋根の色はピンクね。ではこれでアイナさんのマイホームを注文しておくだらも。テントの場所になるんかな。そうそう、それから。マイホームを購入された方は、たぬきマイレージの会員ランクを昇格させていただくだらも。ちょっと待ってね。お？なになになに？はい。アイナさんの会員情報を更新しておいてたなも。今後はタヌキマイレージのアプリを開くと、タヌキマイレージプラスのサービスが利用できるようになってるはずなんだもん。タヌキマイレージプラスっていうのは、特別な条件で追加のマイルがもらえるお得なプログラムだなも。詳しい説明はアプリを起動した時に出てくると思うから、また時間のある時にチェックしてみてね。説明は以上なんだもん。とにかく明日には素敵なマイホームが完成してると思うから、お楽しみに。一日で完成するマイホーム。絶対欠陥やわ。恐ろしいわ。お、たぬきマイレージプラス。たぬきマイレージプラス、ん？たぬきマイレージがプラスになりました。お客様の会員ランクが上がり、たぬきマイレージプラスのサービスをご利用いただけるようになりました。たぬきマイレージプラスは日々の暮らしでより手軽にマイルを獲得いただけるお得なサービスです。なんかいろいろ増えた。気のせいか。たぬきマイレージプラス会員様限定の交換アイテムもございますので、今後も一層ご活用ください。交換、なんか上にいっぱい。何あれ？え？何あれ？たぬきマイレージプラス。マイルを使ってマイルをゲット？どういうこと？種まき花咲かキャンペーン。
DIY でものづくり奨励キャンペーン、経済を回そうショッピング奨励キャンペーン、ピチピチ釣り教育キャンペーン。なんかよくわからんね。いまいちよくわからんね。なんなんやろ。謎。マイレージプラスでマイルもプラス。たぬきマイレージプラスはチェックしてくれてるかな？達成回数に応じてさらにマイルをプレゼントするとってもお得なキャンペーンを実施中だらも。じゃんじゃん達成してどんどんマイルゲット。まあ、とりあえずなんかお得っていうことだけはわかった。とりあえずね。これかな、タヌポートって。あ、そうそう。その端末のことをちょっとだけ説明しておくだらも。それはタヌポートといって、島での暮らしをより楽しんでもらうためのサービスを提供する端末なんだもん。オンラインショッピングや ATM みたいなサービスはもちろん、貯めたタヌキマイルを景品に交換することもできるんだらも。ぜひともアクセスして、お得なサービスを受けてちょうだいね。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。お、1日目50マイル。びっくりした。1日1回しか接続できんのかと思った。システムからのご案内。お客様のアカウントのマイル交換サービス登録が完了しました。今後はマイル交換サービスをご利用いただきます。今後ともタヌキマイレージプログラムをよろしくお願いいたします。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキマイル交換。マイル旅行券。え、でも何？一番安くて600。あ、タヌキズが来とるのと一緒や。かわいい。あ、かわいいこれ。タヌキ開発ブルゾンかわいい。あ、キャップもあるんやね。で、バンダナ。アイマスク。あ、一応なんか、まあ、低いやつもある。スリッパとかあるやん。かわいい。あ、なんか全体的にめっちゃかわいいな。あ、これで家の中とかも変えれる？壁紙。フローリング、ボタニカルラグ。え、めっちゃ可愛い。家具いいな。ね、超いいな。あ、レシピとかもここで変えるんよね。道具すっきりお気に入りリング。何それ。またのご利用お待ちしてます。はい、了解です。終了。ご利用ありがとうございました。そういう感じか。そして何も増えてない、別に。うんうん。さあ、なんか風が強いな。とりあえず買っておいた家具をちょっと設置しておこうか。え、これマイホームにするにあたってさ、その家を建てるときに、もし周辺の家具が邪魔になったらどうなるん？ちゃんとしまわれるんかな？それともなんか、消されるんやろうか。恐ろしすぎる。ちょ、待って、どうしよう。とりあえず焚き火を取っておいて、ここで DIY を。これで確かキャンプファイヤー。あれ？あ、もしかして作れない。何が必要？木材が必要。え、ということはだ。斧がいるんじゃない？斧。しょぼい斧。これを作りまして。イェーイ、しょぼい斧ができた。あ、そう、これで、木材を。違う、木材を切り出したいんだ。はい、しょぼい斧を身につけて、ここはもう終わってたのか。終わってたのか。じゃ、こっちは？何かが落ちてきたような音は聞こえたんやけど、ん？あ、これか。一個だけ？もうすでにやっとったんかな。さあ、これで。これで足りる？はい。これでキャンプファイヤーを作りたいんだ、私は。お、作れる。オッケー。なんかリアルやね、ちょっと。若干リアルな感じするね。でもなんかテントやけんあれやけど、なんかマイホームになったらさ、
家の周りにキャンプファイヤーとかあるのはまたなんか違う感じするよね。最初のうちやけんなんか大丈夫みたいな感じ。さあこれってとりあえずこの辺りにキャンプファイヤー、待って、キャンプファイヤー、海辺の方にする？とりあえずなんかこっちの方にキャンプファイヤーを置いて、くるぶしめっちゃ移動してきたね。違う違う、ちょっとアイテムをしまいたいんですけど、どうやったらしまえるんだ、そのアイテム。あ、これでしまえた。今十字キーの下でしまえた。さあ、これで火つけて、んで、あ、なんか虫捕まえようとしよる。捕まえんのかーい。捕まえんのかーい。で、このあたりに、バーベキューグリル。どうしよう、どのあたりにしよう。もうちょいこっちかな。もう一個これ何？あ、飯盒か。え、どうしようか、飯盒。ま、なんかこの辺に。飯盒も置いておいて。はい、火もついた。ま、なんかバーベキューしよる風に。テーブルとかも欲しいけど。あ、で、なんかタヌキマイレージ溜まったよね。あ、これか。暮らしの基本は道具作りから。DIY で道具を作った回数に応じて、マイルのプレゼントを実施中だらも。もしも道具が壊れても気にせず、どんどん作り直してちょうだいね。ってことで、肩書き、ものづくりの愛好家、たぬきマイル300マイルゲット。イェーイ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことでマイホームどんな感じになるんかな、楽しみ。で、マイホームができたらできたで、マイル貯めて私壁紙とか、ラグとか、あの辺なんかね、可愛かったけん使いたいなって思う。